ランドンターブルは、フランス海軍の大型駆逐艦、ルファンタスク級。艦名は、不屈、断固としたと言ったい。この名を受け継いだ艦としては4代目にあたる。ランドンターブルは、ラセーヌのメディテラネ造船工業で1932年1月25日に、寄港、1933年12月7日浸水し、1935年2月10日に、収益した。 ランドンターブルは収益後、ルマランとルトリオンファンと共に、第8系部隊を編成し、ブレストを拠点とする第2系戦隊に配属された。その後他の駆逐艦で構成された系部隊と同様に、1937年4月12日に、ルマランら第8系部隊はブレストを母校とする第8、駆逐隊に改編された。1939年9月に、 第二次世界大戦が勃発すると、最初の数ヶ月間ランドンターブルら第八駆逐隊は、襲撃部隊の艦艇と共に、北、大西洋で、紹介活動を行い、10月半ばには、ドイツ海軍の総攻艦、グラーフシュペイ捜索に参加した。海戦から間もない1939年9月4日、ランドンターブルは、大西洋上で当時中立国であったアメリカから、ドイツに戻る。 途中の客船ブレーメンを捕捉した。2発の警告射撃を行い停戦させた後、臨検を実施したが、乗員、乗客は全員民間人だったため、ドイツへの航行を許可し解放した。1940年4月23日、ランドンターブルラ第8区逐隊の3隻は、高速航行を行いながら、デンマーク海峡で敵艦艇の捜索を実施した。 24日午前3時に、ドイツ海軍の小海艇2隻を発見して、砲撃を加え、1隻に損傷を負わせた。それからほどなくして、ランドンターブルラは2隻の S ボートから来撃を受けたが、回避に成功し、逆に1隻を撃沈することに成功した。戦闘後に、第8駆逐隊は、海域から離脱したが、途中で、ルマランのターボベンチレーターに故障が発生する。 修理はできたものの、このトラブルにより離脱に遅れが生じた結果、24日の夜明け後に空襲を受けることになった。幸いにも被害はなく、午後にロサイスのイギリス海軍基地へ帰還できた。フランス降伏から2年余り後の1942年11月27日、トゥーロンのノエルフ島に停泊していたランドンターブルは、フランス艦隊の一斉自身に遭遇することになった。 トゥーロン軍港へ進撃してきたドイツ陸軍による艦艇の打砲を避けるために午前5時30分、機関戦カンストラスブール座城のジャンドラボルド大将から在白前艦艇に自沈命令が発せられた。他の艦艇と同様にランドンターブルでも速やかに自沈処置が始まり午前6時5分には仕掛けられた爆薬に点火、爆破された。ランドンターブルは 後部から急速に沈み始め、午前6時20分には、全乗員が体幹、後部を水面下に沈めた状態で着艇した。この日、トゥーロンでは、戦艦3隻、従順洋艦4隻、軽巡洋艦3隻、駆逐艦32隻、潜水艦16隻など77隻もの艦艇が、自沈し、その中には、ランドンターブルも含まれることになった。 1944年末に撮影されたトゥーロンで着底している駆逐艦。左から3隻目がランドンターブル。トゥーロンを占領したドイツ軍は着底状態のランドンターブルを s g 級と改名して不要を試みたが、1944年2月7日、3月7日、4月29日と立て続けに連合軍の空襲で損傷したため、全損と判定された。 ランドンターブルは左肩に傾いた状態で放置され、ドイツ軍は3本の13.8センチメートル手法を他で利用するために回収した。トゥーロンが連合軍に解放された後の1945年、放置されていたランドンターブルの艦首は回収され、ルテリブルとの衝突事故で艦首を失った姉妹艦ル・マランに移植された。残るランドンターブルの艦隊は1950年に、 現地で解体された。ありがとうございます。